こんばんは。なんて言える感がない。怖い。よいしょ。よいしょ。こんばんは。ちょっと待ってね。充電器を。こんばんは。こんばん。よいしょ。充電器さしてます。ちょっと待って。なんかね、立てるやつ忘れてきちゃってね、なんか安定感がないんだよね。ちょっと上にある。てててお茶。こんばんは。お、こうしたら安定。珍しい時間。そう、もうこの後ね、お仕事かな、お仕事っていうのかな、お仕事があって、配信が間に合わない時間までそれがあるので先に配信してます。うん、そう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 。まあポーってしてずっとここから出てないから今日外出たのはだってウーバーイーツさんの受け取りでホテルの前に行った時だけ。試験です、いらっしゃい。なんかそう、全然外に出てないからわかんないけど、なんかね、風、木とかが揺れてたから、こう外こう開けてみたら、開けてみたら、窓から見たら、そう、うどん食べました。花丸うどん花丸うどんめっちゃ迷ったんだけど、そう、ねえ、モーカがね、外行った時は雨は降り始めてたけど風はちょっとぐらいだって。そう、さすがに今頼んだらね、多分もう配達してるかもわかんないけど、大変だと思う。まだ大丈夫な時に頼みました。そうそう、これからお昼とかだったから。髪サラサラ、本当？そうそう、ひどくなったら配達も難しい。ベッドのそばでしゃがんでるんじゃない？そこあんまり、ここしかね、配信するとこがないのよ。STU さん、気になってお邪魔してます。お、いらっしゃいませ。そう、かわいい、ありがとう。今日の分も明日楽しみね。うん、ありがとう。もかも明日頑張るね。おばちゃんにお待ちしちゃう、お待ちしちゃうの。あれがない。今日もかわいいね、ありがとう。
もちゃん、いやいや明日行く、ほんまに楽しみにしてるね。明日ね結構ねおは待って、明日ねお話、あ、違う昨日のお話し会によると、昨日とお話し会だっけ、あれ、あ、一昨日のお話し会によるとね、お昼公演行くよって方が多かった、もうちゃんファンの方出かけてたけど配信予約見てすごかった大丈夫なの、ありがとう、明日は昼だけどこういう、お、合ってるね、もうちゃん調べ、うん、なんか伝えてくれた方々は結構お昼が多かったんだよね、あ、夜の方もいるんだね、落選した、あじゃあ会いたかったね、私もサインはまだ書き終えてない、21日までだったかな、結構まだあるお礼の方を先書いてるので、明日西の方、西の方、西にいるの、なんか近い方がはっきり映る、今日なんかオレンジだからふわふわ映るね、照明ってか部屋が暗いから、今日は謎に涙袋が爆発しておるこれかな、この光のあれかな、のおちゃんですね、普通に体育館座りで、今は体育座り、夜はピンクと夢が降って頑張る、ありがとう、違う方がいい、ほんと全身で湿気を感じています、外、明日ストレッチから走って応援してる、うん、ありがとう、東京公演って初めて、ほんとに不思議な感じがする東京来たらフェスだーって感じがするから、こんばんは、うん、東京は、うん、珍しいね、公演は、でもまた東京公演もしたいし、瀬戸内も回りたいですね、警備劇場の視聴会、うん、やってみたいね、武道館、そうね、武道館はもう事務所で見てた見てたよ、配信のやつ、瀬戸内七軒以外定期公演なかなかないよね、大阪が神戸、いいね、もーちゃんが髪下ろしてるショールームでは初めて、そう、下ろしてる率が高い気がするけどたまたま結んでた見た時は、来月の花は誰のもの公演、もーちゃんたくさん出演できたら嬉しいな、どうだね、もーかもまだ知らなくて、そう、どうなんだろう近い東京ドームね、そうですね、その時はちゃんとあの事務所で見てる人じゃなくて、出てるひみんな出れるように、東京ドームって全然まだまだまだすぎるけどね、今日の髪型の本です、本当下ろしとるだけよー
はい、ありがとう。こんばんは。おろしてるだけでも。ありがとう。じゃあ紅白ね、紅白、紅白頑張りたいよね。直接お話し会取ったので対戦するの。よろしくね。こんばんは。他の県でもやってくれないかな。確かに東京スタジ以外でもやれるならってことよね。光の加減がサラサラの時、どうだろう。あ、でもなんかちゃんと寝れたからっていうのはあるかもしれない。今日多分確かに調子いいかもしれない。なんかちょっとね、最近疲れてたんですけど、しっかり寝たからかな。かわいい、ありがとう。水分も取りながら、うん、かわいいですね、ありがとう。おもちゃの髪セットしてるって、なぜ。なんでなんで。なんか再販のために追加して買ってしまっている私を叱ってください。嬉しいよ、ももは。叱るんじゃなくて嬉しいって言うよ。お茶、楽しかった楽しかった、うん、楽しかった、ありがとう。こんばんは。ふくらはぎは全然起きた時だけだよ。めっちゃつるんだよね最近。首か、肩っていうか首とふくらはぎの片方とかがつる時が多い。結構ある。でも起きた時につるんよ。寝てる時はつってない。ポップコーン、ポップコーンは食べた気がする、この間。塩が不足してる。でも結構さ、塩系好きなの。マッサージしたらね、遠慮しとく。かわいい、ありがとう。昨日もじゃがりこ食べたの。ゆるふわ向き女ファンなので、明日の購入につけてください。違うくない？違う気がする。今日はずっとホテルに。そう、いるよ。いや、どうなんだろうね。前髪完璧、全然じゃがりこ止まらない。あるじゃん、ここにサイン書きすな。サイン書きよりお礼から進めてるよこれ。まあ、あんまないけど、昨日さ
あの昨日のやつでもらったんですよ。ちょっとへこんじゃってる、ここ昨日のリットジャパンの差し入れでじゃがりこもらったんですよ。受験ね、もらった。なんかね、明太子もんじゃ味がメンバーに人気で、そうすぐなくなっとった。そうそうそう、美味しかった閉めてないよ。私はでもチーズが一番好き。6時45分ぐらいになったら教えてください。お仕事行ってきます。45分47分やっぱ50分で大丈夫だ。50分になったら読みます集合時間がねあるので、9月10日サイン当たりました。おー、ありがとう。雨強いから、雨強い今。まだ20分で知ってるよ。あれ20分か。そう、まだだけど言っとかんと忘れると思って集合時間過ぎても配信しとったら怒られるから。こんばんは。え、夜何食べるかわかんない。めっちゃでも遅いんだよね、お仕事が。だから何食べようって感じ。もうそうね、コンビニかな、わかんないけど夜には雨とかどうなるんだろう。こんばんは。横浜は横殴りの雨が多いんですか。そうなんや。気をつけて。私もなんか雨が強くなってる音がしてきた。クリス？何？サラダが？サラダが美味しいのがあるのか。ファミコロでかく、何ファミコロって。そうね、サマステやりたかったけど、やってたらそうよね、やってたら危ないよね。うん、仕方のない判断、うん、仕方のないこと、危ないもん。今日のおちゃん可愛くて癒されるありがとう。今どこにいるの。ホテルだよ。ハンターハンターどこまで見たかな、なんだっけな、うんとね、どこまでなんかあの、なんとあれはなんだ、なんかのね
オークションみたいなところに行くらへんまでみたいな、闇のオークションみたいな、その服地区でT シャツだよ、普通のサマステでもちゃん待機してたのに中止なんないのね、やりたかったよね、やってまた待っとるね、うん、3年連続で中止、そうだから出演したことがなくてサマステ楽しみにしてた、でも仕方ない。で、また今日来ようとしてくれたみんな、また会おうね。何時まで？10時半に目覚めた。そう。しかも寝たのも意外と早くて、12時半とかにはもう寝てた気がするから、もう配信終わって、海鮮丼食べて、旬でお風呂入って、旬で寝て、10時半に起きたから、うん、結構寝てる。その前にさ、なんか朝5時半起きして空港のイベントして、その後お話し会した日があって、その朝がめっちゃ早かったからそれで疲れてて、そうそうそう、空港のイベントニュースに、お、ありがとうそうそう、それでそう、浴衣とかだったから、結構浴衣の切符系とかもいろいろ力をね、力っていうか集中力とかをね使って、結構準備とかも大変だったので、浴衣のそれはあったかも。昨日はね、移動があれだったかな、ちょっと疲れちゃったかな。お話しかは全然疲れないよ、集中力はすごいと思う、お話し会中のももは。もうさ、結構さ、人の話をさ、先生の話とかもほぼあんま聞いてないタイプの人間だからさでもみんなはさ、もうかにさ、もうかのを話したいと思って申し込んでくれて、時間も取ってくれて、いろいろ準備してくれて、ここに話しに来てくれてるから、もうめっちゃ聞いて、めっちゃ満足 させられるようなお話し会にしたいなって思ってるから、みんなの話をめっちゃ聞いて自分も楽しんで、楽しかったって思ってもらえるように頑張ろうっていうあれはあるので、先生の話は聞かないけどあ、ちゃんとね、お仕事中は聞きます、学校とかでは聞かないけど、ちゃんとダンスの先生の話とかマネージャーさんの話とかはちゃんと聞いてますなんかね、私ね、別にね、なんか、あ、授業中とかは聞いとるよ、けどなんか連絡事項みたいな時ボーってしてたらいつの間にか終わってることが多いんだよね。おーちゃんのサイン初めて撮りました、え、嬉しい、ありがとうえ、今日なんか親の話とかも半分ぐらいみたいな感じでそう、仕事中とかはめっちゃちゃんと聞くよ、自分が困るものを聞いてないと。イモースのテストの話はしていいけどしていいけど予想通りだったでしょ別になんかびっくりすることもなく、多分みんなは、お話し会は全部聞いてる、本当にもうお話し会は一番聞いてる、だってみんなモーカの
あれでしょ、なんだっけ、もうかわのこと好きで来てくれてるから。そう、私ね、あの学力テストね、漢字が全然書けなかったのよだからね、めっちゃ国語の点数低いので、あるちゃんと国語がめっちゃ得意だったら大木さんにある秘密が何あったん、なんか漢字が10問以上ぐらいあって、で1個ぐらいしか書けなくて、いやマジかって思ったんですけど、ちゃんと漢字をね覚えようと思いました。意外となんかね、いやバカなのはバカなんですけど、あの文章題とかは結構ね書けたんですよ。そう、でもね漢字はねちゃんとそこから学ぼうと思ってアプリ入れて、ちゃんとあの漢字の勉強をしてます。でもね理科がねそんな悪くなくて、あとか数学もめっちゃあのめっちゃ苦手なんだけど、でもなんか点数を見たら国語はね超悪いんだけど、その2つはそこまで最下位ほどじゃなかったから勝手に喜んでたそう、だから漢字はちゃんと勉強しようとただただ思いましたね。私何位だったっけ、下から5番目っていうのしか覚えてないで、大木さんと同点なん、なんかさっき見た同点だったら下からそう一緒そうそう、もーちゃん勘で結構当たってそう、いやそうではないな、なんだろう、いや実質おちさんとじゃあ同点なら嬉しい。そう、もうあんなに感じ出るとは思わなかったよね。英語あったら、わかんないけど、国語の漢字がなかったらまあ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 って感じと、英語と社会があればもうちょい上だったとは思う、多分ね、わかんない、でも基本忘れてるからアホなので。でも英語が結構やりたいかも。どうだろう、社会、どうだろうあんま覚えてないな。でも社会がねめっちゃ得意だったんだよね昔、めっちゃ発表するぐらい得意だったの。でも今は全然覚えてない。まあでもみんなさ英語と社会苦手だと思うの、多分忘れとるやん。そう、でも私ね多分数学と理科だけで言ったら真ん中より上だったんだよ結構。でも国語が国語のバカ度が、国語の漢字のバカ度がすごくすぎて、あのちょっとやばいよね私が。そうそう、
グロはかけるよ。魚にありあるのな、あるっていう字。そうそう、ちょっと私はね国語を頑張ろうと思います。読みはできるけど書くのができない現代人。そう、なんかすぐね漢字はねあれなんですよ。テストはいいのよ。そう、テストは漢字の小テストみたいなやつはめっちゃ点数いいのに、あの短期暗記してすぐ抜けていく体質だから、ちゃんと漢字をね何回も書かんとね覚えられない体質でして、いつもなんか立ち位置表みたいに短期暗記しちゃうから、それをね今頑張ってるよ。ちゃんとこあの頭に残るようにそう、そう、ちょっとねどっかに行かないようにこう頑張ってこうやって今してるちょっとずつね。国語のテストあるので勉強しててください。同い年？もし同い年ならば多分私に聞かない方がいいよ高校全然行ってないもん、行けてないが正解だけどねそう、一瞬で覚えるのすごい。でも一瞬で覚えれるイコール一瞬で抜けるってことだから、一瞬でどっかにねあのポーンって飛んでっちゃうので、ないだしねまあね、そう、でも高校の勉強本当に全然できてないから、いつか大人になったらというか、大人になってあれだね、もう一回高校の勉強もちゃんとやりたい。一瞬で抜けたらダメ。そうダメなんよ、そういうさ、なんか短期暗記が得意な分、漢字が短期暗記が得意だけど一瞬で抜けていくから、今年で大人になる。そう、いやでもそのいつか卒業したらって意味です今はもうあんまり本当にね時間がなさすぎてね、勉強できる時間がないので、こんばんは。ダンスの振りも結構私抜けやすいでしょ。でも抜けても一回やっとったら動画見直したら思い出すって感じだから、多分勉強も中学ではやってたからやり直したら、そう思い出すタイプかな。真面目キャラの、真面目キャラじゃないよもうそう、むいちゃん名前かけるやん最近ね。なんかさっきからめっちゃなんかバカにしてるでしょ、他のこと。嬉しくない？そう、 STU の曲で一番ダンス難しいのは、ダンス難しいのは、なんだろう、 STU 曲、でもなんか意外とに苦手なのが出向。英語があれば1位だったのに、それはない英語が入っても1位だけはないそう、ヤホモちゃん、ヤホモちゃん、
こは意外となんか難しいんです。何回踊ってもなんか難しいんですよね。なんかそのできるんだけどなんか難しいの。そう、なんか難しい曲ランキング1位こんな可愛い高校生同級生、同級生欲しかった。いやもうか全然いいよ、高校行っても普通よ。なんかそう難しいポイントがどこっていうわけじゃないんだけど、なんか苦手なんで。手話も難しい。簡単な曲？簡単。でも意外とね、一番簡単そうな瀬戸内の声は意外と難しいんですよ。手振りって結構こんがらがったりするので、私的にはま曲名がパッと出てこないんだけど、何、あでも一瞬のスリラー難しい。トゥーローズスは STU 曲ではないけど難しいよ。めっちゃ集中力いるあの曲は。君はメロディーめっちゃ簡単STU じゃないけどめっちゃ簡単。春夏秋冬も結構簡単な方だと思うよ。てて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 が簡単かも。てててててて。私やったことないかもしれないけど、多分。うん、誰かがいつか好きだ、ん？誰かが誰かがいつか好きだと言ってくれるその。ん？これだっけ私が、いや違うこれじゃない、あれ？どれだ？待って今めっちゃねこんがらがるんだよね、もうそこら辺の曲が。じゃあトゥットゥットゥは難しい、違うどれだ？あれ今こんがらがったっ待ってこの曲はめっちゃ難しい曲だよ、ちょっと待って私が何言おうとしてたか忘れた。なんだろう今パッと出てこない、ちょっと待って誰かがいつか好きだと言ってくれるその日までめっちゃ難しいと思うよ、やったことないけど。誰かと言いたいは簡単そうに見えて難しい曲です。なんか世界観っていうか、そのなんか入り込むのが大切だなと思う曲。結構さそれを入り込んでるか入り込んでないかで結構変わるなって思う曲ですね。今ちょっと出てこなかった。ひまわりは簡単だとは思うけど、なんかこんがらがりそう、似た振りが多いから。世界観に入り込む、なんかワルツ、ワルツっていうか三拍子で、ね、なんだろうね。でもなんか入り込むのが大事な、ちょっと演技じゃないけど、私もまだそんなすごくはできてないと思うんだけど、でも誰かといたいはなんかめっちゃ良かったみたいに言ってくれたから良かった。一杯の水いいよね。一杯の水も2番は難しいけど1番はそんな。どう難しいかな。好きになれただけで幸せ。うん、多分そう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 。
もうねちょっとね題名が似てるからよく分かんなくなっちゃってるんだけど。の水いいよね。私も好きだよ、この曲。かわいそう、そう。人生で怒られたこととかほとんどないんでしょ。全然あるよ。ママとかママとかママとか。メンバーが周りを回るとこが妖精みたいな感じ。私もあれお気に入りポイント。パパにはないんだ。パパパパどうだろう。最近はそんな怒られてない。おーちゃんの注目ポイントですか。公園の注目ポイントはですね、やっぱユニットとか船折りとかは端っこで頑張ってるのでぜひ見てください。マネージャーさんに怒られたのは提出物ぐらい。そんなにもか怒られてない。前めっちゃ初期の時になんか5分前ぐらいに行ったんですよ。集合5分前ぐらいに行って、ま、全然間に合ってはいたんだけど、なんか10分前が当たり前だって怒られたので、それからは10分前とか結構行くようになりました。でもね、今は一応なるべく早く行くようにしてるけど、そんな10分前とかでは怒られなくはなりました。厳しい。あ、その時はね、多分あれ他のメンバーがねちょっとだけ遅れてきたメンバーがいたからね、ついでに怒られた感じだったよ。ついでに。でもね、そうちゃんと結構早く行くようになりましたね、それから。研究室は10分前なんじゃん。いや、わかんない、どうなんだろう。言われてはなかった。でもその時だけ言われたのは。でもそこからちゃんと言ってたよ、早く。46分、50分になったら読み始めます。でもそれくらい、あとはそんなに、うん、待ち合わせの遅刻何分までの許せ。人による。人によるめっちゃ好きすぎる親友とかなら結構許せる。
別にでも30分とかだったらまあ誰でも許せるし、1時間とかだったら別に親友ちゃんならいいよっていうもうちゃんとしてよっていう感じでぐらい。いや私が結構ね親友ちゃんの前で 2,3 分遅れる、4分とか遅れるから、そうでもお互いたまにね、ねむこちゃんがすごく遅刻魔なんですよ。めっちゃなんか汽車乗り過ごしたじゃない、乗り遅れたとかのっていうことが多すぎて、待つの平気なのね。待つの平気ではないんだけど、まあどっかのとこで座っとくかぐらいの連絡なしは嫌だ。連絡ありだったら30分は全然いいし、1時間も好きっていうか、ずっとなんて言う、何年も知り合ってる友達ならいい。でもなんかさ、初めて遊ぶよみたいな子が1時間2時間遅れてたら、とはなるかも。でもまあ30分だったらまあ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 ぐらいですね。私は連絡ありだったらって感じ。なしだったら心配になるやん、逆に。え、どうしたんみたいなさ、もしかしたら忘れとるんか、それとも何かあったんかみたいな、その状況が分からんのが一番嫌よね。なんか怒ることもできないし、だってもしかしたら事情があるかもしれないし、でも忘れられてたら嫌だしみたいな。そうそう、なんかそういう感じ寝てたら、あ、寝てたら、寝てたら飽きたーっていう電話を入れるこっちはにめっちゃ早く起きて準備したんだって怒るかなっていう起こし電話をしますねまあ寝てて、なんかその子は本当に悪気がなくて、あ、ごめん、ほんまにごめんみたいな感じやったらいいよってなると思うし、あ、ごめん今起きたわ、あははみたいなだったら怒るかもって感じかな。もういいよってなる、そういう感じ。悪気がなく寝てるのは別に、ん？その仕方ないじゃん。疲れてたんかなぐらい。思うかな。ちょっとお仕事があるんですよ、ごめんね。謝るな、でも私最近さ、口癖ですぐ謝っちゃうからさ、それがすごく自分のなんか、自分がぶつかってなくても、例えば誰かに、知らない人とかにボンってぶつかられてもごめんなさいって言っちゃうから、私がぶつかったみたいな雰囲気になっちゃうことが多いので、ちょっとね、謝りすりも良くないんだと。悪い時は謝るけどさ、めちゃくちゃめっちゃね、口癖ですいませんっていうのが口癖だからなんかね、そう、もうしかも自分がぶつかった時はめっちゃ謝るよ、それはめっちゃ謝るんだけど、そう、反射的に自分が悪くない時でもごめんなさいってすぐ言っちゃうから、そう少しですね、昔からの。僕もさ13位の
13位のメガバイトさん、ありがとう。12位のイコラブさん、沼に浸かりたいさんありがとう。 STU にもよかった使ってね。11位のまぼるしさん、ありがとう。10位のリーチさん、ありがとう。明日のお昼公演楽しみにして大好き。お、待ってるね。あーね。9位のふみやとマークふふさん、ありがとう。8位のまピアノピーさん、ありがとう。明日の配信最前で応援してるよ、ありがとう。応援しててね。7位の現場監督さん、ありがとう。おもちゃに会えて元気出た、それはよかった。もっと元気出して。6位のとしさん、ありがとう。お仕事頑張って。9連休なのにお腹不足なので結婚して9連休なのお盆か、ありがとう。頑張ってくるね。5位のテイスティンさん、ありがとう。明日の夜は遠い先でめっちゃ推していただきます。お、待ってる、見つけるね、ありがとう。4位のモーカロー侍さん、ありがとう。昼公演、白かける白振っていいですか。それはあの振るなら言わずに振ってでももうか多分気づかないかもよ、ピンクとえめぐりじゃないとありがとう。2位のゼータンさん、ありがとう。ママが遠くに行ってて寂しい、明日がお仕事頑張って、ありがとうまた会おうね近くで。1位のハッシーさん、ありがとう。もちゃんかわいい、お嬉しい、ありがとう、ありがとうございました。ありがとう。お仕事行ってくる、頑張ってくるね、ありがとう。もうね今日一日中ねホテルの中で全然あのあれだったか、喋ってなかったら喋ってなかったからさ、よかった今喋れて。言わんでってたら誤解されたり、誤解も何もないじゃんないと、別にどっちでもないと思うよ。大人っぽくなった、そうかな、わかんない、そうそう。応援してるホワイト、ホワイトありがとう。頑張ってね好きよ、ありがとう。明日待ってますねみんな、バイバイ、頑張ってくるよ、行ってきます。